はい、いよろししくお願いします、えー、今回、高校受験対策のの図形シリーズ第34弾やっていいきまましょう1問のみでございます今ね映ってるこの問題だけなので是非ね一回動画を止めていただいてチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分がこの問題を解説やっていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ね解説の方を始めていきますのでどうぞよろしくお願いします それででは画面下げますのでお待ちくださいいいくよ,よっほもうちょいいやー深夜撮影です <laughs> 普段はねあの夜に撮影することほぼないんですけどちょっとね一回撮ったんですこの動画撮ったんですけど画面のピンボケがねあー今してるねこれ出しとくかこうしとけばまだピンボケしないかな。 そうなんです。それの関係で取り直しをしておりまして、違う日にね、ちょっと、こう、もこもこの900円のね、もこもこの普通にスウェットとか、こう、服を着けるんですが、お許しください。で、今回のこの問題は難易度高いです。結構難しい問題になるんですが、しかもシンプルなのね。で、非常に有名な問題です。この問題。だから、もしかしたら、えちょっと、まあ結構ね、レベル高い進学塾とか、そういうクラスの塾に行ってる方なんかは、見たことある方が、ある方もいるかもしれない。神々でごめん。 でまずは正三角形 ABC ですこいつ正三角形頭に入れといてくださいこいつは正三角形でございますで円に内接していてこの時、まあ、ここに P を取りますとねこう BC のとこに P を取りましたその時に AP の長さが BP+CP プラスになっているつまりここの長さがこの長さと一致することを証明したいと非常にシンプルなんですよね でシンプルだからこそ難しいっていうそんなタイプの問題ですでは、えー、まあ普通に、ね、証明を始めていってもいいんですけどどういう発想で、まあ、答えを導きたいのかっていう作戦を一回立てていきましょう作戦です、まあ、もちろんこの部分飛ばしたい方はね飛ばしちゃってくださいで BP CP プラスですよねこれは2つの線分の長さを足しておりますとでそれが AP に一致することを言いたいんですがやっぱりねその線分2つを足すっていうのはやりにくい証明する上でなので発想としてはその2つの線分今だったら BP+CP プラスですね線分を1つにしたいなって 考えるんですこれがまず発想1つ目 BP+CP を1つにしてしまえばだからどっかねまわ、あ、かんないけど CM みたいな感じで長さが取れることができればその1つの線分と AP の長さが一致っていうのは比べやすいですよね。一辺と一辺であれば合同でででででくこともききるるわわけけだかからそうなないかなって考えるわけですで結論としてはこの問題が難しいポイントとして補助線が必要になります。 補助線やっぱ補助線が入る問題で難易度が高いんでねで補助線の入れ方っていうのは主に2パターンあるんですけど今回はここを伸ばしますここです CP を C 側をあっちに伸ばしていってくださいで何を取るかっていうと BP ここの長さと同じになるようにここに点を取ります9にしておきましょうこの長さが一緒です ちょっと線引でまあ合同とかをやっていくわけなんですがでその後ですその次今ここのね PQ この長さです。PQ っていうのは、まあ、図で分かるように CP に。 CQ を足したものですよね pq っていうのは CP CQ すになってる今 cq は bp と同じ長さを自分で取ったのでここは実質上 bp になります同じ長さだから。ってことは pq の長さっていうのは bp+cp プラス今使いたかったですねをいっぺんにまとめることができたつまり作戦としてはこれね線分を一つにまとめたわけです。こう置いたことによって p q と AP が同じことを言えればこの部分の証明ができれば結局言いたかったこの問題を解くことに繋がるよなっていう発想になるわけですこれが作戦一つ目まあもちろんそれがね作戦立てた上でうまくいくかどうかはまず置いといてなんですけどで、次です今じゃあこの PQ と AP を同じ長さって言いたいと基本的に二つの線分 の長さが同じ2つの線分の長さ同じって言われたらやっぱり合同を使いたくなります線分が等しいことを言いたかったら合同を使いたいわけです。合同って。つまりこの PQ と AP がそれぞれ含まれている三角形でこれとこの三角形合同いけそうじゃねっていうのが見つかればこれで勝負ができます。 ただし今回は PQ がちょっと厳しいんだよね確実に補助線が必要になりますだってもうないんだもん PQ 含む三角形まあこの正ここか正三角形だかこの三角形だね APQ ぐらいだけどまあ難しいなとなった時にじゃあこっちで攻めらんないじゃあ2つの線分が等しい時どういくかっていうと今 AP と PQ って三角形 APQ に両方入ってますよね。 Q こいつが正三角形もちろん二等辺でもいいんだけど正三角形もしくは二等辺ってことが言えれば例えばここの底角ねこの部分とこの部分の底角が同じって言えれば P=PQ a イコールの二等辺三角形ですっていうことができるしもしくはこいつが正三角形っていうことが言えれば当然この長さとこの長さは一緒だよね。 っていう作戦ででくわけです2つの線分が等しいって言われたので合同で攻めたい合同を攻められないんだったらこっちかなっていうで結局結論としては今回こっちです攻め方としてはだからこれを攻めていきますこの流れでねいいかなではまあ作戦の部分はまず切っておきましょうではまあ赤でいいかこのまんまね で正面を始めていくんですがまず勝負するところは三角形 ABP ここですと ACQ この三角形が合同っていうことを言いに行きます理由は後ほどで、えっと、まず行きたいんですけどおっしゃったこの9自分で勝手に置いたのでその設定書かなきゃいけないねいきなり「9」って書いたら回答者「9」ってなんやねんってなってしまうのでだから、まあ、書き方はいろいろあると思うんですけど ここは丁寧に行きたいですねあの,この辺からいっぱい書いていくので動画見てる方1.25倍速とか1.5倍速で見てください。えー、直線 PQ ここねあ PQ じゃねえごめん PC だわ。PC のえー、じゃあ点 P と反対側にえー BQ の点 P と反対側にまあ伸ばしとかいいかな伝わればいいよね <laughs> と思って伸ばしてまあつまり P と反対側に伸ばしていって CQ イコール PB となるえ点 Q を取るとちょっと書き方が若干幼稚かもしれませんけどこの辺もちょっとかっこよく書きたかったねごめんね思いつかなかった つまり直線 PC の点 P と反対側に伸ばしていって CQ イコール PB となるように Q を取りましたとこれによって今そこに Q を取ったので使っていいですよって話に始まりますで証明いきましょう三角形 ABP 左側の三角形ですここですここですね ABP と三角形 ACQ いつも言いますけどね証明ここで掃除マークとか合同マーク入れたら一発アウトになるので気をつけましょう 共チュって ACQ においていきますでえこいつらですねえまず二つアイテム簡単に取れます一個はまあ、家庭よりでも構わないんですがもともと三角形 ABC これ正三角形と言われているので AB と AC は当然同じですよね だから定よりもしくは三角形より AB=AC イコール、AC、これでアイテム1個ゲット。で今 Q をこうやって取った BP=CQ イコール C Q で自分で取ったのでまあ Q の取り方よりとかね自分でこう置いたからさ Q の置き方よりとかでもいいんですけどこれによって左側からかだから BP=CQ イコール C Q か。 はい。これでアイテム2つ揃いました。2組がね、できましたと。なので、まあ、3組に持っていくか、2組とその間の角で持っていくか、どっちかにしたいわけなんですけど、3組の辺に持っていこうとすると、AP と AQ が必要なんですよね。でもこれって、もともとゴールなわけですよ。ここの、え、正三角形って言うために使うアイテムなので、結論と一致しちゃうから、無理なんだよね。先に持ってくるのが。だってそれが家んだったら、もう書く必要ないんだもん。証明できてるから。 その使えるからそこでね。じゃあその間の角で行きたいなって考えるわけです。でここでポイントなのが今間の角ってここです。こことここなんだよね。ここは一致したいんですけどこれ実はすぐ一発で何もいじくることなく一発で終わりです。同じなんですあれ。でここで大事なあのまあと知識というか覚えておいてほしいことがあって円があります。円がね。 で円に内接している四角形今あれで言うとちょっと形ずれますけどお許しください AB じゃ ABC か ABPC とこうなってる円に内接してますよねで円に内接している四角形の特徴としては対角を足すすと180度ですこれ絶対覚えてください 対角つまりこことここを足すと180度もしくはこことここを足すと絶対に180度になりますこれ角度の問題とかでも非常に楽はできるので覚えておいてくださいもし知らなかった方はでここで特徴として対角いやあと1個角度取った時にその対角の外角 <laughs> 言い方が難しいね 1> 1個の角度ここここにありますすねこいつのの反対側の外角ですこれ絶対同同じじににななります同じになるこれ具体的な数字を入れると分かりやすくって例えばじゃここを100度にしましょう100度。でした時に反対側の対角はさっき言ったように足すと180なのでここは80ですよね。それのお隣さん外角ねお隣さんは180から引くからまた100度になりますよね。 ってことはこことここは一致しますこれ絶対になります戻りましょう今この部分はこの部分この部分はこの部分になってるので円に内接している四角形の内角と外角の関係からもう一致してるんですそれをただ言わなきゃいけないそれをちゃんとねなので書きますまあ、書き方もいろいろあると思うんですがじゃあ円にちょっときっちり書くか 内接している四角形の内角とちょっとこっち行きたいなこっち行きますね内角とその対角の外角は等しい のでつまり内角のあ内角とその対角の外角ね角度いっぱい来てるからねちょっとわかりにくいけど等しいのでそこの角こっちからいこうか ABP= イコールそこ角 ACQ は一致しますよとこれでアイテムが3つ揃いましたつまり、えー、123 より2組の,あの合同条件ね書いていきましょう2組の角とその間のちょっと厳しいかな <laughs> ごめん合同条件で切れちったごめんその間の角がちょっと揺れるなそれぞれ 愛しいので最初に言いたかったねこいつら合同ってことは言えましたと ABP ここで初めて合同マーク使います ACQ とはいこれで言えましたってことでこれで、ね、何が言いたかったかっていうと寄って、まあ、対応すると書くか,かまあここ寄ってるいいと思うけどな一応ね対応するだけと、えー、対応する変なところで原点もらうのも怖いしね 辺より AP イコール AK これ四番にしておきますつまりこことここが同じってことが言えましたこの状態だけで三角形 APQ は二等辺三角形は確定ですただここの二等辺だけだとまだ言えないんだよねここが同じになってないからさじゃあもうちょっと攻めていきますこれでまず一段階終わりじゃあ次です 次は角度をうままく使ってて切り崩していきますでちょっと説明上ごめんなさいねこれ右下ちょっと消しちゃいますけどこれあの覚えておいてくださいすごく大事なんで大事ってから、ね「よう使うから」便利だよこれね、まあ、中学生のうちに、ね、教えてもらえない人もいて塾とかならね聞くと思うんですけどさあ戻りましょう、えー、何をやっていくかっていうとですね結果としてえー、こことここ。 が60度って言いたいたですそうすれば二等辺三角形なんだけど606060 60 60決定するからまあ全部がね6 0度になるのでえ正三角形でしょっていうことができます。じゃあどう切り崩していくかっていうとまず一つ目ですちょっとこれ消しますねこれも消しておきましょう。もともとここ ABC は正三角形なのでここは6 0度でちょっと6 0度 これをマークを60度だと思っといてくださいもちろんここもそうです上もそうなんですちょっと上今使わないのでカットします円周角の定理を使うとですねここが60度は決定しますすぐにすぐに決定するなぜかっていうとこことここをスタート地点と考えた時に同じ場所から出てる円周角同じ場所から出てる円周角なので円周角の定理からここは一緒 つまり欲しかったこの一箇所は六十度が決定しましたといいでしょうかで、もう一箇所ですここどう持っていくかっていうとえーっとですねあ、はい一、えー、<laughs> 個間違えました <laughs> 間違えたけど <laughs> ちょっと続けます修正できるところなんで今、えー、これが三角形二つが相似…あごめん合同っていうことを言ったので、えー、この部分ここですこの部分と えっと。この部分。が同じになります。あ、ごめん。この部分と。テンパりましたね。この部分が同じになります。今掃除だからね。そのね。この証明したのは別にこれを言いたくて証明したんじゃなかったわ。ごめん、ごめん。ここです。このバツとバツが同じってことを言いたくて証明したんでした。失礼しました。で、なんでここを言いたいかっていうと。 もう一回、えー、そっと、円周角の定理使います。今度、スタート地点、こっちです。ここと、ここをスタート地点で考えたとき、この部分、ここですね。ここは円周角になってます。で、同じスタート地点から出てるので、ここも円周角になってます。つまり、ここ60度ですね。60度と60度一致します。で、さっき言ったじ、そうじゃなく合同言ったことによって、こことここが同じだから、 ここいつとこいつつとが60度ってことはこいつとこいつも60度ってこの子が間に入ってくれることによってね60度が言えるので60度60度が分かって残りも60度だからあいつ正三角形だったよねって終了になります。失礼しましまたたなななぜ <laughs> もう頑張れ俺ごい,なこれいらなかったわってことでここで欲しかったのは対応する角だったね。 対応する角より相手に入ってほしいのでここだね角、えー、BPA ここです BPA イコール、えー、と CQA か角、えー、CQA ここが四番にしておきましょうで、えー、ここから色変えてもいいけどまあいっか照明だからね一個にしちゃった方がいいね じゃあ円周角の定理使っていきます円周角の定理よりは、まあ、どっちから書いていってもいいんですがじゃあここスタート地点に考えたここいきましょうか各 ABCABC ここですイコールここ APC だね APC でこれが両方6 0度ってことにも番号をつけておきます 今はこことここが60度言いました次もう一回円周角使いますスタート地点ここに変えて ACB 角 ACB こことここ、えっと、BPA にしとこうか角 BPA イコールここも60度ですよとで今こいつが間に入ることによってこの4番と 6番を使うことによってここも60度って言えるまあ書いておきましょう4番と6番を使うことによって書くえと CQA の方がいいかって書いたもんね CQA がえ60度ってことが言えましたちょっと自分番号いっぱい振っちゃう人なんでねちょっと振っちゃいますけど言えましたってことで欲しかったここ APQ が6 0度は APQ あとここ APQ にしてもいいかな APC で書いちゃったね APQ の方が照明的には綺麗なのでちょっと変えますこの 5, 5番の a p q 6 0度と今やった7番この2つが分かったので5番と7番よりえ三角形えと APQ APQ は正三角形。2つの角度が60度ってことはもう1個も60度だからね。だから正三角形。で、ある。よって言いたかった AP と PQ が一緒なんだよね。AP イコール PQ ここね言いたかった AP=PQ q となるのでただこれを結論として書いてしたのは汚いよね言いたかったのはスタートは違うから PQ となったので言いたかった結論 AP=BP+CP コール B P プラス P 合ってる ?PQ がさもともとこれだからね置いたからさこうなって証明終了となりますすいませんちょっと、ね、この辺ぐだりましたけど <laughs> まあ流れとしてはこういった形でやってくださいで最初にその補助線の引き方2パターンあるっていう話をしたんですが今こっち伸ばしましたよねこれこっちに伸ばしてここの長さ、えー、と CP と同じ長さをこっちに取ってもいけますこの三角形同じような流れでやっていけるんですがちょっと右側にやった方が図的に綺麗とか分かりやすいかなと思って今回はこっちを採用させてもらいました。 まあこの問題が解けるっていうことも大事なんですがこのポイントですね2つの線分っていうのを比べるのは難しいので1つにしたいなっていう発想は非常に大事ですまずこの1個目の発想だから補助線が必要だよねどっかに伸ばしてこいつとこいつを一致したいからこいつをどっかに持ってくればこのね延長上こっちかもしんないしこっちかもしんないけどどっちが都合がいいかなって考えていくとでそうなった時にじゃあこことここが同じになりたいってことは合同を示したい普通は合同に行く先は発想はね 2つののの線分分っっって言ったら合同にいくんだけどちょとと難しいとこの部分を扱うのがねじゃあ三角形 APQ に1つと2つのね線分が入ってるからこいつが正三角形とか二等辺っていうことができればいけるんじゃないかなとじゃあ正三角形だったら角度60度でいけるじゃんもともと三角形で60度与えてくれてるからこいつを円周角で移してくることによってここの角度に持っていけないかなという発想で切り崩していく感じです。 いいでしょうかたかた分、まあ、この問題をチャレンジしてくれて今聞いてくれてる方はああなるほどそういうことかっていう感じに感じてる方もいると思います。でこの問題の嫌なところは自力で解けませんなかなか。 そうだからぜひ、まあ、動画を止めて戻してもらって、まあ、今日じゃなくてもね今見てもらったこの日じゃなくても構わないのでぜひ明日とか2日後とかにもう一回チャレンジしてみてくださいで繰り返すことによって自分で発想もと身についてそれが応用力にもなっていくと思うのでぜひねチャレンジしてもらえたらと思いますではえ今回はですね高校受験対策の図形シリーズ第34弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました